はい、今日は、つるバラを2本買いましたので、それを植えてきます。まずはつるバラを植える場所がですね、ちょっと、ツツジで日陰になってしまいますので、ツツジの剪定からやっていきます。使うのはですね、ちょっと太いツツジになりますので、このノコギリと、あとラチェット式の剪定バサミですね。ラチェット式ですとかなり太い枝まで切れますので、これで剪定していきたいと思います。まずノコギリで太い枝を落としました。でこのままですと、かさばってしまいますので、ラチェット式の剪定バサミで枝を落としていくというところになります。まだ太い枝が残っていますので、そちらもこのノコギリで落としていっています。はい、大方切り終えましたので、あとは、つるバラを植える穴を掘っていってるというところになります。ただこの中ですね、排水管がありましたね。なので、ちょっと排水管を避けながらちょっと掘っていったというところになります。はい、掘り上げましたので、あとは、堆肥ですね、牛糞堆肥とコップに入り油かすを入れて、混ぜていくというところになります。つるバラの方はですね、あまり効かないですね、パフュームドレスという形成バラ園のバラになります。これあれですね、大病性だとか退院性だとかですね、全く情報がないので、どのように育つかちょっとわからないんですが、近くの D2 に、ホームセンターに売っていましたので、こちらを購入しましたというところになります。植え付け完了で、この後成長してきたら後ろのですね、鉄柱の方に巻き付けていきたいと思います。もう一つのバラはですね、ホワイトニュードーンになります。こちらインターネット購入になります。こちらは建物の陰にですね、植えてるツルアイスバーグですね。こちらがうまく育たなかった時のバックアップ用ということで、より耐陰性の高いツルバラということで、こちらのホワイトニュードーンを購入したというところになります。とりあえずですね、成長するまではこちらの日が当たる場所にですね、鉢植えで育てていきたいと考えています。もしですね、ツルアイスバーグもうまく育つようでしたら、より日陰の方のですね、駐車場の方に、持っていきたいと考えています。はい、鉢植え完了しました。ちょっと端っこに寄ってしまいましたが、とりあえずなので、これでいいかなというところになります。はい、こちらはパフュームドレスですね。うまく育ってくれるといいかなというところになります。はい、今日は以上です。